プロジェクト A の完成まであと一息と迫りました。このフィルム全部がプロジェクト A のフィルムなのです。フィルムを扱う手つきもなかなか慣れたものです。これまで撮影したフィルムは50万フィート。今までジャッキーが撮った映画の中で最高の量だといいます。フィルムの編集はジャッキーにとって一番楽しい時です。彼が描いていたイメージを一本のフィルムに作っていくことができるのですから。ジャッキーは編集しながら場合によっては今まで撮ったシーンを撮り直すこともあります。編集と撮影を何度も繰り返してより面白いアクション映画を作っていくのです。何度もフィルムを見直してワンカットの一コマまで気を配って編集するジャッキー。彼の編集したフィルムをそのまま劇場でお客さんが見ることになるのですから、ジャッキーのフィルムを見る目もひときわ鋭くなります。それではジャッキーが2年の歳月をかけてついに完成したアクション巨編プロジェクト A を一般公開に先駆けてたっぷりとご覧いただきましょう。本来我不知道现在我知道ジャッキー・チェンは今日も自分の夢を作り続ける、映画という名前の夢を。一つの作品が終わるとすぐに次の映画への挑戦が始まります。それは困難な道のりです。